皆さん、おはようもごもご입니다。今日は、韓国と朝鮮のお金持ちに関してお話ししたいと思います。えー、韓国と言ったら、サムスン、LG などを率いる財閥、聞いたことありますよね。それと、朝鮮時代は一体どういった仕事がお金持ちだったんでしょう気になりませんかじゃあ、今日これを話してみます。 じゃあ、まず韓国のお話なんですが、韓国の現代のドラマを見てみると、かなりお金持ちの話描かれてますよね。この時に皆さん一つ気になったことありませんかもう、みんな若社長が多いですよね。で、ただ学んでいる若社長じゃなくて、本当に経営している若社長が多いんですよね。じゃあ、その話からやってみましょう。 じゃあ、まず、韓国と言ったら、この財閥って、皆さん結構聞いたことあると思いますね。この財閥って何でしょうから見ていきましょう。じゃあ、一旦、韓国といえば、まあ、いろんな財閥ありますが、一番、日本で有名なのは、サムスン、LG、ヒョンダイぐらいだと思いますね。で、日本だったら、トヨタ、三菱、ソニーなども言えると思いますが、実際、韓国の財閥に比べたら、トヨタ、三菱、ソニーなどは、どっちかと言ったら、大手企業に近いんです。あ似ているようで 実際は似てないんですよねその話をちょっとしてみたいと思いますがじゃあまず皆さんこれご存知ですかあの英語でオースフォードの辞書を見てみると 英語でですね、財閥がこうやって財閥という英語としてなっているんですよ。つまり、この英語を使っている文化圏では理解できない概念なので、財閥そのまま使っていますよね。じゃあ、財閥はもちろん日本にはあるの皆さんご存知だと思いますが、そしたら韓国でも、えー、韓国の財閥も英語で財閥というでしょうか。最近なんですけれども、また新しくチェーボルという単語が登録されました。 これは結局同じ辞書で2つの単語が登録されたってことは、2つの感覚が違うってことなんですよね。えー、なので、一旦まあ日本のジャイバスまで話したら話長くなりますので、今日は韓国のチェボルだけお話しします。今からチェボルと言いますね。 じゃあ、まず、チェボルって何か見て見ていきましょう。じゃあ、まず、サムスンをちょっと例えてみますね。まあ、あくまで例えですよ。サムソンの詳しい話ではないので、皆さんが一番わかるのはサムスンだと思いますので。例えば、じいさんが会長をやっていますね。でそして、お父さんが社長をやっています。そして、息子が副社長をやっていますね。ここまで見てみると、まあ、日本にも、まあ、あるような形なんですよね。これが何か問題があるのかという方もいると思いますが、 ここでちょっと違うのは何かといったら、ちょっとトヨタをちょっと例えてみます。トヨタの社長はですね、現在は取締役になってるんでしたっけね。で、このトヨタ社長はですね、25年間普通に正社員として働いて、みんなに能力を認められてトヨタの社長になったわけなんですね。ただ、韓国のチェボルは何が違うかといったら、家族だからできます。 え、もちろんトヨタさんも家族じゃないのじゃないんだけど、先ほどお話ししましたね。若い社長が経営をしている。つまり、最初から正社員から入ってから出ってるわけではなく、最初から経営幹部として入るんですよ。なので、ね、家族だから社長、家族だから副社長。最近はこれを非難されるので、まあこういったパターンもありますが、まあちょっとまあユーモーラスな話なんですけれども、例えばですよ、息子が今日入社して、1ヶ月後には課長。 で、3ヶ月後には部長。で、1年後には副社長になるようなパターン。結構多いんです、韓国では。で、実際一番いい例が、ドラマシクレットガデンなんですよね。えー、このドラマ、日本でも結構有名だと思いますが、このドラマ見てみると皆さんおかしいところ感じませんでしたョ、えー、常務がいて、まあ、悪役で描かれていますが、この人30年以上、このデパートのために勤務した人なんですが、えー、海外で勉強してきたということで、この若い社長が33歳に社長になります。もちろん もちろんドラマでは社長の方が、えー、と能力もあるということでなんか社長になるという根拠を持ってきますけれども実際これ一般の社会だったら一般の社員とかはどっちの方をもっと信頼するでしょう一緒に苦労して一緒に会社のいろんなところを努力してきたこの常務の方が実際はみんなに認められるんじゃないんでしょうかしかしドラマではこのヒョンビンさんが社長ですよねじゃあつまりこのヒョンビンさんはどうして社長なんですか 家族だからです。家族だから若い年でも経営がすぐできるんですよね。日本とはちょっとこういうところがずれてると思います。またここで終わりません。じゃあこういうところはどうでしょうじゃあこのおじいさんの兄弟にまたおじいさんがいて、じゃこの人はまた新世源というまあ企業を運営しているとしてみましょう。 で、また、このグループでもう、社長、副社長はまたもちろん家族がやってるでしょう。そしたら、このサムスンと新世紀は違う企業でしょうかいや、同じ家族じゃないんですかでしょう。 じゃあ、そこでさらにですね、例えば、まあ、娘がいて、それが、まあ、結婚をして、旦那が、まあ、まあ、CJ という企業の社長だとしましょう。で、また、子供たちのいとこが、まあ、シーラという企業の社長だとしましょう。これ、結局何ですか全部違う会社ではありますが、全部同じ一族なんですよね。これが、チェボルです。 実際の例をちょっと見せてみますね。じゃあ、サムスンの場合は、実際 CZ とですね、兄弟会社と言えるんですよ。で、その後、まあ、新世紀、デパート、聞いたことありますよね。これも実際サムスンの系列で、で、ハンソルという会社もあれば、BGF、で、中央グループ、そしてシーラー、そしてスポーツのサムスンライオンズまで、全部サムスンの血縁関係の企業なんですよね。じゃあ、つまり、チェボルというのは、 能力よりは、血のつながりで結ばれたような存在だと理解したら、日本ではわかりやすいでしょう。で、こういった関係皆さんのとここで見たことありませんかそうですね。朝鮮の王族ですよね。家族だからといって、王子たちはですね、最初から屋敷も持ったり、すごい財産持ってて、ずっとプー太郎の人生をしするんじゃないんですかチェボルというのがこれなんですよ。 日本の財閥は、能力が最近は中止されると言ったら、お韓国のチェボンの場合は、血のつながりですよね。で、実際これで終わるんじゃないんですよ。えー、サムスンの場合は、実際はですね、皆さん家電しかわからない方もいると思いますが、保険、投資、警備、建設、薬、カード、まあ、それ以外にもいろんなところをサムスンが経営しています。で、その兄弟会社、シーゼイもですね、まあ、職員、まあ、職員をやってるから、給食もやっています。で、洋服、まあ、流通、で 映画。まあ、こんなのも全部やっていて。で、ハンソルという会社は、 静止全般をやっています。ティッシュも作ったり、まあ、紙も作ったりですね。で、BGF というところはコンビニあ。皆さん、CU というコンビニ韓国にありますが、これサムスン系列ですね。で、中間グループ、放送局と新聞社まで、企業がですね。で、新世紀というデパートもやってるしで、シラというホテルも経営してるし、で、サムスンライオンズを率いるいろんなスポーツチームも経営していますよね。これをですね、 会社という考えじゃなくて、家族が全部経営しているのがチェボルですよ。これがちょっと日本と違うところなんですね。

ナスが気に入らないといととうことで飛行機を空港に戻したんじゃないんですか、これで韓国ですごく噂になって叩かれてですねで、この時に私はずっと見たんですけど、ちょっとおかしいところがありまして、この社長がですね、当時の社長がこういったことで謝罪をするんですよ、娘の教育ができなかった親の責任、許してください。 えー、これ、一旦、大韓国、日本のザルに当たる大手企業なんですけれども、そこに責任者という方がですね、会社の責任者としてじゃなくて、親として国民に謝罪をして、許してくださいまで言う。これが、韓国のジェボンの考え方が除ける、一番いい例じゃないかなと思いますね。正直に言って、この女性が、ジェボンじゃなくて、 一般の社員、まあ、努力してここまで上がってきた社員だったらすぐクビになったと思いますね。これがチェボルです。 こういったチェボルってなんでできたかなという話なんですけれども、私が学校に通うときには、先生、まあ、先生によりますけれども、まあ、社会の先生とか歴史の先生とかが、今の韓国のチェボルの問題は日本帝国の由来だという、お、主張もあったんですけど、その例えとして三菱とか話したりしますけれども、でも私がやっぱりですね、大人になっていろいろ知識を勉強して、まあ、日本に留学をしてみて、中立的な目線で日本と韓国を考えてみると、 挑戦を少しだけ考えてみただけで、えー、これはちょっとやっぱり信頼性がない主張だと分かりますよね。基本、ヤンバンっていうやらは、えー、今のチェーボルとあんまり変わらないんですよね。 で、ここで皆さん、まあ、最後にですね、チェボールの最後の、まあ、一つの、まあ、豆知識を説明すると、財産気になりませんかじゃあ、サムスンとても有名なんですよね。イゼヨン副会長。まあ、副会長ではありますが、実質的な権力を持っている方なんですけれども、この方が、2021年、個人が申告した財産。つまり、公式的に発表された財産だけでですね、1兆4000億円ですよ。個人ですよ。会社じゃありませんよ。個人がこれを持っているんですよ。 で、カカオトーク、日本の LINE にあたるとても有名なコミュニケーションアプリケーションですよね。で、これの理事長、まあ、実質的な社長にあたる人なんですけれども、キム・ボムス、この方の財産がですね、2021年1兆2000億円ですね。個人ですよ。 かなりお金持てますよね。なので、韓国のドラマで韓国の女性が財閥と恋愛、えー、してみたいという気持ち少しわかるような気がしませんかお金持ちと恋愛してみたいって、また結婚してみたいって、やっぱり誰でも見る夢なんですよね。最近はそれだけじゃなくて、まあ、お金持ちプラス王になったり、宇宙人になったり、えー、鬼までならないといい。 ない気もしますけれどもまあとにかく韓国の皆さんが現代ドラマを見るときにチェボりというのはこういったものなんだちょっと理解していただければいいと思いますねじゃあ次は皆さんがいよいよ待ちに待った朝鮮のお話をしてみましょう朝鮮時代もこういったチェボンにあたるお金持ちはいたんでしょうかいたまず 王は論外です。王はもうほんと一般人というのは神みたいな存在なので、王はもう財産すごかったんですよ。それは論外。じゃあ、ここでちょっと皆さん一緒にクイズをやってみましょう。誰が一番お金持ちだったでしょうか一番、行為公務員。二番、医者。三番、通訳士。四番、先生。じゃあ何番でしょうカウントします。さあ、三、二、一、で じゃあ答えは何番でしょうかお分かりですか答えは3番ですね。3番の通訳詞がお金持ちですね。じゃあ今からそれを説明します。ちなみになんですけれども、医者と先生、特に医者の場合はお金持ちだと思うんでしょう。いや、朝鮮時代には医者と先生はですね、かなり貧乏だったんですよ。これも後に、まあいずれか時間があったら動画で紹介したいと思います。じゃあ、とにかく、朝鮮の身分制度からちょっと見ていきましょう。 まあ、微分制度って、どういった基準で分けるかによって、ちょっと段階変わりますが、今回は、まあ、ちょっと支配するか支配されるかのことを分けてみました。まあ、一旦一番上に王族、ロイヤルファミリーがいるでしょ。法を超える存在。で、その下で、ヤンバンたちがいて、で、樹民という、まあ、中人とは言いますけれども、まあ、一般人ですね。で、ここまでが朝鮮時代の支配層なんですよね。命令をする側です。で、その下に、まあ、三民という、まあ、常民がいます。 ましてこの方と、まあ、最後に先民この人たちはどっちかといったら命令をされる側なんですね。で、この表を見てみると通訳士ってこの真ん中順位に当たりますよね。もちろん支配する側ではあったんですけれどもその一番下腹みたいなどっちかといったらとても普通な立場だったんですがどうしてこの人たちがお金持ちになるんでしょう じゃあ、まず、朝鮮にはもう本当に朝鮮の0.001%しか入れない過去試験というのがあると言ってましたね。この時は3つがあると言ってました。まずは文化。 で、部下、そして雑貨。で、一番人気なのはやっぱり文化です。朝鮮という国は刀よりは筆で戦うのが好きな文化だったので、文化が一番の人気で、その後が部下ですよね。で、この雑貨が雑貨の場合は、皆さんに前にもいたけれども、実際、ヤンバンの子供ではあるんですが、即室の子供とかで、正式に公務員になるよりは、いろんなスキルで仕事をするような方に人気だと言いました。つまり、この通訳 歴史はですね、この雑貨にあたりまして、さらにまあ、土地化といった身分も低い方ではあります。さらにここで皆さん疑問が増しますよね。どうしてこの人たちがお金持ちになるんでしょう。で、一旦また面白い話がありますが、 この通訳士たちはもちろんですね、通訳をする人たちなので、こうやって中国にいたり、まあ日本にいたりとかしてて、海外で活動しますね。で、昔は今みたいに飛行機とかがなかったので、基本的に一回来てきたら、最低往復6ヶ月ぐらいはかかってたらしいんですよ。向こうに行く距離と仕事をして帰る距離も考えたら6ヶ月ぐらいかかったんですけれども、この時の出張費といいますか、経費といいますか、これを国から全く くれないんですよこれ,です、ね、これ、全部ですねこれさらに、なんでこの人たちお金儲けるんだと思うでしょじゃあ、今から、まずこれから見ていきましょう。じゃあ、朝鮮といえば、昔から今まで一番人気者は、この高麗人参じゃないんですかこの高麗人参がですね、朝鮮半島の気候などにとってもあって、 るみたいで中国とか日本でこの人参を栽培してもこの高麗人参みたいな効果や味がないみたいですねなので昔からこの高麗人参は朝鮮からの大人気なものでしたねなのでこの高麗人参は昔から中国でも日本でも大人気なものでしたじゃあこの高麗人参なんですけれども中国日本に持っていくのは誰だと思いますかはい。 それがこの通訳師なんですよ。王様はこの通訳師たちにお金をあげないんですけれども、高麗人参の特選権をあげるんです。高麗人参をいっぱいあげて、を商売する権利はこの通訳師だけということで認められたんですよね。 つまり、この通訳師たちは、高麗人参をいっぱいもらって、自分たちが売って、それで、経費を作るんですよね。皆さんだったらどう思いますか会社から出張ということで命令されたんですけれども、実際、会社のものをもらってですね、それを売りながら経費にしなさいと言った場合、皆さんこれ嫌ですよね。ぬくさいですよね。じゃあ、当時の通訳師たちはこれをどう思ったんでしょう意外と、 とっても喜んでました。じゃあ、今からそのシステムを紹介しますね。じゃあ、まず、高麗人参をもらった中国の通訳士が中国に行って朝あの、朝鮮の値段の2倍の値段で売ります。で、これを、このお金を持って帰るんじゃなくて、 中国からシルクなどいろいろなものを買って朝鮮に戻ってですね。で、これをまあ朝鮮にも売って、で、一部は日本に行く通訳士にこれを預けてですね。で、日本に行く通訳士はですね、これを日本に持っていって、さらにリーバイで売ってたんですよ。つまり、こうした中継貿易によってですね、この通訳士たちはかなりお金を儲けるようになりますね。 なので、この仕事がとっても人気で、実際は、先ほど言った財閥、ジェボみたいに、この人たちは自分の子供たちにこの仕事をそのまま譲るために、とても必死的だったらしいですね。とても金を稼ぐ仕事なので、代々にやりたがってたらしいです。実際、当選の後半になると、通訳士10人の財産を合わせてみたら、 王様と同じ、王様に匹敵するか、それを超えるかぐらいだったらしいですよね。かなりのお金ですね。つまり朝鮮時代で通訳士というのは、たかが身分が低いかもしれませんが、かなりお金を持っていた裏の権力者だったんですよね。 で、それでドラマで一番有名な人が、このチャンヒョンです。このチャンヒョンという人は、光平軍の後、仁城時代に活躍した人なんですけれども、えー、当時、えー、ソョンセジャとで、後に、ヒョジョンになる、このセジャが、 中国に人質としてさらわれたことがありますよね。で、その時に、韓ンヒョンという人が、この二人の面倒をすごく見てあげたらしいんですよ。金銭的な支援とか、ま、いろいろ面倒を見てあげたらしいですよね。で、その後、このヒョジョンが王になるでしょ自然に、このチャンヒョンは、ともともお金持ちだったんですけれども、自分が応援した人が王になったことで、かなりの権力も持つことになりますね。 で、実際このジャンヒョンには親戚がいてですね、その親戚がちょっと早く亡くなったんで、その親戚の子供たちを預けることになります。それがですね、ジャンヒジェとジャンヒビンです。つまりジャンヒジェとジャンヒビンは、このかなりの権力と財産を持っている、朝鮮のジェボルと言えるでしょう。この人たちの家庭で育てられました。 で、張ャンヒョンの場合は、自分の権力を強くするために、当時、19代を祝譲、同意のあの王様ですよね。同意の王様のひおばちゃんがいて、ジャイデビと言いますが、この人のいろいろ面倒を見てあげる、国領として、張ャンヒビンを入れることになります。つまり、張ャンヒビンは、この張ャンヒョンの、権力と言いますかね。それのために、えー お城に入ることになりますよね。じゃあ、こうやってお城に入ることになったチャンヒビンはどうなるでしょうじゃあ、この話、後にまた皆さんに紹介できるチャンスがあったらいいなと思っています。じゃあ、今日はここまでです。今度、また新しいテーマで皆さんに伺いたいと思います。여러분、ちんちゃちんちゃこまわよ。あんにょーん。